川島直美さん、体調不良で舞台を降板。治療に専念しますね。見守ってください。とブログを更新。歌手として、タレントとして、そして女優として活躍をされてきた川島直美さんは、去年1月に肝内胆管癌の手術を受け、手術が無事成功したとの報告がありました。しかし、成功といっても転移がなかっただけで、実際は癌のステージで5年生存率 35% 前後と言われているようです。仕事復帰されるも、今月7日に夫でパティシエの鎧塚俊彦さんと共にイベントに登場した際は、体が痩せ細っていらっしゃいました。その後16日、長野県伊那市で行われた主演ミュージカル、パルレ選択の出演を終えた後、体調不良を訴え、翌日から同作を降板されました。また20日、11月から12月に出演予定だったミュージカル、クリスマスキャロルの全国24都市、28公演全公演を降板することが決まりました。19日にブログで動かなくなってしまったエンジンを直しています。徐々に復帰できるよう治療に専念しますね、と報告されていた川島直美さん。少しでも早く回復して、また美しい元気なお姿が見れるよう心からお祈りします。多くの皆様の思いが希望につながることを願います。